はい、こんにちは。今日はね、ロケットハンマーやっていきたいと思います。文字通りロケットの力を使ったハンマーで、これを使って交渉を壊したいということで、行ってみましょう。で、言いたいところなんだけど、実は前回から一つ放置してた問題があって、どうもね、物が多すぎるせいで世界の処理速度が遅くなってるんだよねなので、場所を落とすためにプチ引っ越しをします。主原因は V トール空母っていうこともほぼ分かってて、それはそれでどうするかは今回は置いといて、とりあえず必要最低限プラスアルファくらいの荷物を積んで、いざこの辺の川を越えた向こう側にいくつか交渉があることは分かってて、迂回すれば陸地もあるし浅瀬もあるんだけど、川を突っ切っちゃいます。シュビムワーゲンはもともと水陸両用で設計してるので問題なく渡れるって思ってたんだけど、ちょっと荷物を積みすぎたかもしれない斜面へのアプローチ角度を変えればいけるか。よいしょ、よっしゃ。はい、一応ね、ここをキャンプ地にするつもりなんだけど、今回使う資材のうちまだ足りないものもあるので、荷物を取りに行きます。それはニトロセルロース、今回使おうとしてるロケットエンジンの燃料として使う資材ですね。この島でニトロセルロースを生産できる場所はここしか準備してないんだけど、逆にこの場所ではいくらでも生産できるのって、ある分持っていきましょうか。ついでにこの先必要になりそうな雑品とかも積んでるんだけど、ここからさっきの場所までは浅瀬でつながってるのって、さっきみたいに沈む心配はないでしょう。ちなみにこの辺はもう荷物さえなければ歩いた方が早いくらいの距離なんだけど、この移動してる映像だけだと位置関係は分かりにくいかな。後で空から見てみましょうかね。それはそうと、さっきから実はモーターとかの効果音が全然聞こえてないんだけど、収録時の設定ミスが原因です。この辺りから効果音が聞こえるようになります。まあなんやかんやって、よし、準備はだいたい整ったので、ここから実際に作っていきます。って言ってもね、基本設計は至ってシンプル。ロケットエンジンは燃料をくっつけて電気を通すと起動するので、この力でぶん殴ろうってな算段です。ただ動きが強くって腕力で押さえ続けるのは難しいんだけど、ここはトリガースイッチを使えば問題ないでしょう。以前だと操作に片手を使うために片手で押さえないといけない瞬間があったんだけど、トリガースイッチなら両手で掴んだままオンオフができるんでね。で、これに絵をつけるとして、打撃用の部品をどうするかなんだけど、適当な石を拾ってきたらちょうどロケットエンジンのサイズに合いますねせっかくなのでこれで進めましょうか。で、この絵の V
筋で作ってあるので、ここに電池とトリガースイッチをつけてやれば、おっとこれね、トリガースイッチを接合する瞬間にスイッチがオンになっちゃうので注意が必要ですね。この現象はトリガースイッチ以外の部品を掴んでトリガースイッチごと接合するような操作をすることで回避できます。よし、とりあえずこれで動くはず。ちょっと持ち手のバランスが悪いな。これは後でどうにかするとして、ちゃんと殴れるか。よいしょ。あれ、今どうなったのかというと、燃料に当たって燃料が破損して剥がれちゃいましたね。はい、とりあえず持ち手を持ちやすくするのと、燃料はひとまず3分割して破損の可能性をリスク分散してみました。これで試してみると、まあなんとかなりますね。よし、これで実際に交渉を壊せるかどうか行ってみましょう。っていうかね、いろいろ不安はあるんだけど、こういうのはやってみた方が早い。おっと、ビーム撃ってくる敵がいますね。これ燃料がむき出しで一発食らうと暴発するので、戦闘を避けて進みましょうか。よし、交渉が見えてきました。っていうかね、これ以前見つけた時にタングステンブレードが全く歯が立たなかったやつなんだけど、これを破壊できるかどうか。いざ。さすがに打撃面が石ってのは弱すぎたかな。これね、細かい数値は確認していないとはいえ、石で石を殴ってるようなもんなんだよね。こうなってくると、この世界では大きい物体の方が防御力が高くなるので、単純に打ち負けます。はい、何らかのパワーアップが必要なんだけど、ここで水晶の特性でやってなかったことをやってみます。まず水晶は衝撃を与えると電気が発生するっていう特性があって、こうやって LED にくっつけて水晶を叩いてやると、これだと分かりにくいかな。一応小さく光ってるような感じです。もうこれはロケットエンジンで試した方が早いかな。ロケットエンジンは非常に小さい電力で起動するので、ここに水晶をつけて叩いてやるとちゃんと起動しますね。で、何をやりたいのかというと、ここにロケットエンジンをさらにつけて、このロケットエンジンは爆薬の着火用として使う。で、その軌道に水晶を使うような感じで、この打撃面で水晶を叩くとロケットエンジンが起動してニトロセルロースが爆発する。まあ実際にお見せした方が分かりやすいかな。いざ。おお、ちゃんと爆発しましたね。仕組み自体は意図した通りに動いてるんだけど、多分ねこの爆発力だと十分なダメージは入らないような気がする。試しにこのくらいの大きさの石で試してみると、ろくにダメージが入ってないですね。これね、ニトロセルロースの
爆発力は検証してないんだけど、以前火薬で検証した手応えだと、ある程度の大きさのものを壊すとなるとかなり大量の火薬を使わないとダメだったんだよね。一応仕組みとしてはうまく作れたんだけど、今回のサイズで詰める爆薬の量だと実用レベルにはいきそうにはないかな。なので今回は正統派の改良で進めてみましょうか。まず打撃面をタングステンで作り直すことで単純に打撃力を上げます。あとは燃料がむき出しだとさすがに危ないので合金で囲いをつけときます。それに合わせて配線も直したりしてるんだけど、よし、こんなもんかな。重量バランスも随分変わったんだけど、まあなんとかなりそうな手応え。試しにこのくらいの大きさの石だと簡単に破壊できますね。合金の塊で試してみてもすんなり破壊できたので、これでいけそうな気がしてきた。よし、では実際に行ってみましょう。で、最初打撃面を石で作ってたのは半分おふざけではあったんだけど、タングステンで作るとやっぱタングステン強いねってな結果になりそうだったんだよね。で、さっき使った水晶で爆発させる仕組み、実はあれを今回メインにしようと思ってたんだけど、あれが実用レベルのダメージが出そうになかったので、それで切り札として置いといたタングステンで仕上げた感じです。とかなんとか言ってる間に、よし、交渉までたどり着きました。これで破壊できるかどうか、いざ。おー、結構いいダメージが出ますね。破壊力は握力×体重×スピードっていうのは現実世界では常識なんだけど、この世界でもトリガースイッチによって握力が使えるようになったので、これによって破壊力が上がってるってことで間違いなさそうですね。まあとにかく交渉を破壊することができました。ということで、ロケットハンマーやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。シンプルな構造ではあるんだけど、十分なダメージが出せたし、実は今回はロケットを使った武器の初挑戦だったんだよね。今後はこれのさらに応用とかもやっていきたいと思います。で、一応この場所の周囲をお見せしとくと、船の停泊位置からもそんなに離れてないし、主に作業してた場所ともそんなに離れてないところに今回のキャンプ地があります。こっちの森の方にまだ交渉があるのも分かってるので、向こうしばらくはあの辺りがメインになるかな。とはいえ最初ある程度の荷物を持っていたつもりでも、途中はしょったんだけど足りなかった資材を取りに行ったりしてたんだよね。なので大量の資材を運搬できるような乗り物が欲しいな。ということで、次回は輸送船やっていきたいと思います。
はい、じゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。